はい、はい、今日はなんかこうどうしても僕にお話をしたいことがあるっていうふうに伺ったんですけど、うん、はい、何の話をしてくれるんですか？はい、そうですね、私人間には無限の可能性があると、うんうん、まあ信じているし、うんうんうん、確信しています。なるほど、はい、賛成です。はい、ただしね、うん、ただし、うん、本当に可能だって思っているかどうかということがすごく大事だなって思うんです。人間には無限の可能性があるってことを、はい、まあ、本当にそうやなって、はい、それこそそれを確信できてるかどうかが大事だって、うん、そうですね、うん、だから不可能だって思ったことは不可能なんです、うん、まあ自分のそのどのぐらい人間の可能性を確信してるかによって変わっちゃうってことですか？うん、はい、そうですね。そこまでそういうふうにおっしゃるってことは、うん、何かそれにこう思い当たるようなことがあったわけですか？そうですね。ちょっとその話を教えてください。はい、まあ、これは自分自身のことですけれども、うん、私、まあ、何歳くらいの頃だったかはちょっとよく覚えていないんですけれども、その自分自身の、まあ、生きている意味であるとか、こう生まれてきたその意味であるとか役割、うん、っていうことをすごく、まあ、考える時期があったんですね。で、まあ、何のために自分は生きているのかなとか、何のために私は生まれてきたのかなみたいなことを、うんうんうん、なんかこう漠然と考え、まあ、続けてたのかもしれないんですけれども、うんうん、そんな中でふっとこう世界の平和と宇宙の調和っていうことが言葉とともに体験的に、あ、これだっていう、私は世界の平和と宇宙の調和を実現するためにこの世に生を受け、うんうん、今生きていて、うんうん、それを行うのが自分自身の役割であり、うんうん、使命であるっていうふうに体感的にもう感じたことがあるんです。それはちなみにいつ頃というか、ねえ、いつだったんでしょうね。わかんないんですか？まあこうもしかしたら12、3歳の頃だったのかもしれないんです。うん、うんうん、ただそのことをずっと思い続けているがゆえに、うん、もう少しこう社会的機能を果たすようになって社会人になってから、うんうんうん、だったっていうか、うん、それをまた再度再認識したのかもしれないです。自分自身のその職業選択であるとかをした時に、うんうんうん、一番最初にまあ大学を卒業して就職しましたと、うんうんうん、まあそれは少しこう自分自身が本当にやりたいことというよりも、うん、なんとなくそのまあご縁があったからとか、そんな流れの中で、まあ、ある仕事に就いたけれども、私が本当にやるべきことはこれなんだろうかっていうふうに思い、本当にやりたいことって何なのかとか、本当に自分自身がやるべきことっていうか、もう少しこう自分を超えたところでですね、うんうんうん、役割として何なんだろうかと思った時にもう一度、あ、そうだよねと、そこで新たにもう一度世界の平和と宇宙の調和体験をしたのかもしれない。なるほど、ええ、まあ、もっと昔にもしてたかもしれないし。そうですね。ただじゃあそういう、うんうん、そのなんてビジョンというか、うん、 そうですね、そういうものはつどつどこう、うん、現れるというか、こう、そうですね、自分の中でこう、うんうん、なるほど、ま
それこそそれってすごい自分の可能性というか、うん、信じてないと維持できないですよね、そういう思いってね、うん、それ無理でしょみたいになっちゃう、はい、うん、で実際それをこう、ね、最初におっしゃったみたいに、うん、強く自分がまず確信をするっていうんですか、うん、はい、可能性を信じるってことを確信するっていうことをまあされてきたわけじゃないですか、うん、だからこそまあそういう可能性っていうのが現れるっていう、うん、はい、なんかそういう、うんうん、実際それでこう、うん、起こっていったことっていうのはどういうことなんですか、はい、そうですね、まあその世界の平和と、ね、宇宙の調和という自分自身のまあ役割みたいな、あるいはビジョンみたいなものを得て、だけれどもそういうことってこう誰にでも言えることではなかったんですよね、まあ、お友達とかにもあんまり、まあ、言ったお友達はね1人2人とか、うん、くらいでしたし、それをこう言える場とか言える人っていうのは自分の中でなんとなくこうこの方には言えるかなとか、この方には聞いてもらいたいかなみたいな、そういった方にまあ聞いてもらったりしていました。うん、でまあそういった方たちに話した時にこう返ってきた言葉とかは、まあ共有はしてくれますね、ああまあそういうことができたらいいよねとか、本当に世界が平和になったらいいよねって、宇宙が整ったら本当にねみんなが幸せでいいよねと、だけど、ね、まあ無理だよねとまでは言わないけれども、まあ感覚として、あそうなったらいいよねと、私の中ではいやそうなったらいいよねではなくって、私の中ではもうそうなんだと、そうなってるしそれができるし、それをやるために私は生まれてきたっていうふうに思っていたので、そうなったらいいよねっていう答えを求めているわけでもないし、そうちょっと違うなって思ったんです、それでもじゃあその自分のそういう可能性を信じ続けたってことですか。そうなんです。で何が起こったかっていうと、やはり実際に世界の平和を実現している、トマベティヒテト博士に出会ったり、実際に世界の平和を実現してきたルー・タイスという人に出会ったり、ね、世界の平和を実現しようと、ね、している、あるいは それ以上のことをしようとしている人たちで、それが実際に起こってるし、そんなことは可能だし、もっとその先できることがたくさんあるよねっていうふうに、共有してくれたり言ってくれたり、それを実際に実行している方たちに、出会うということが起こったわけです。ちなみにその、トマベチ博士と、そのルータイス、それぞれのその出会いっていうところを、簡単にで結構なんですけど、どんな感じだったかちょっと教えてもらっていいですか。そうですね、私はトマベチ秀人博士との出会いの方が先でした。それは弟にですね、お姉ちゃん、この本すごくいいよって言ってある一冊の本を紹介してもらったんです。本屋さんに行くのもとっても好きだったので、本屋さんに行ってそのトマベチ秀人博士の本ってこう帯がついていて、お顔の写真がね結構こう載っていますよね。なるほど。だから本屋さんではよく見ていた。あの顔かと。そう。ちなみにその顔は最初どんな印象でした？最初はですね、英語はね多分逆から学ぶとか、そういう本で
まあ、英語の勉強とかっていうのもね、興味っていうか、まあ、もっと勉強、もっと英語できたらいいなとか思ったりしたから、でもね、自分ではこうあんまりちょっと手は取らなかったんですよね。なるほど、うん、気にはなっていたけれども、こうあんまり、まあ、取らなかったんです。だけれども、その弟から、うんうん、お姉ちゃんこれすごくいいよっていう風に紹介してもらって、うんうん、まあ、弟のことは大好きですし、うんうんうん、すごくもう信頼していますし、うんうん、もう本当弟がねどれだけ私を支えてくれてるかとかっていう、もう本当に大きい存在なので、うん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 、まあじゃあちょっと読ませてっていうことで、はいはい、うん、読み始めたのがきっかけでした。うーん、それで、まあ、本を読んだらあまりにもこう面白くって、うんうん、かつその実際ね、本を読んだことで私の人生がすごく大きく動いたんですよね。あ、本を読んだだけで。本を読んだだけで、うんうんうん、なんだかこれはすごいと、うんうんうん、この方はすごいと、うん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 、いうところがきっかけで、なるほどね、うん、まあ、あっという間に会いに行ってしまって、うんうんうん、あっという間にまあ弟子になってしまったという経緯がなるほど、ね、あります。うーん、ルーの方はどうですか。はい、ルーの方はですね、うん、あの、まあ、苫淵秀人博士との出会いが導いてくださったわけなんですけれども、うんうんうん、まあ、博士 の、 そのセミナーなどに行ってまあ、もっと勉強したいなと思った時に、うんうん、まあ、コーチングというものに出会いました、うんうんうん、でコーチングっていうものは、まあ、ルー・タイスという人が始めたものでというところでのルー・タイスっていう人との出会いでしたね。その頃にはルーはもう亡くなってたんですか。ルーはね、その頃には亡くなってしまいましたね。じゃあ、うん、情報としてのルーと出会ったってことですね、うん、そうですね。肉体はでもどうだったのかな、多分亡くなってたと思うんですけどね。うん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 、うん、なるほど、うん、うん、そういった出会いもこう、はい、可能性という、うん、信じ続けたからなんですか、ね、そうですね、うん、だからこう私は本当に可能だって思ってるんですね、どんなことも、うんうんうん、どんなことも可能だと思っています。ある本を読んだ時にね、うんうん、そのイエスキリストたちは海の上を歩いてたってね、それだって可能だと思うんですよ、うん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 、海の上を歩くことだって可能だって思ってるんです、うんうん、だ本当に可能だと思えばどんなことでも可能であると、うんうんうん、ただ不可能だって思ったらもうその段階で、まあ、不可能になってしまうと。なるほど、はい、うんうんうん、まあ、だからこそ一番最初の言葉になるわけですね。そうですね、うん、無限の可能性がある、はい、ただし、うん、可能だと確信しないと、そうですね、それはなくなってしまう、うん、そうですね、うんうん、なるほど、うん、でまあ、実際に本当にね、私は絶対にできると思っていたこと、うん、まあ、世界の平和を実現するとか、うんうん、私の中では世界は平和になっているっていう世界を体感しているのです。でそれを本当に実際にやっていらっしゃる方がいて、うん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 、でさらにね、その先だってあるんだよっていうことを示してくれてる人たちにまで出会ってしまって、うん、これってすごいことだなって本当に思いますね、うん、その先っていうのはどういうことですか、うん、ねえ、世界が平和になっておしまいではないわけですよ。あー、なるほどなるほど、世界が平和になるのは当たり前だし、世界は平和になっているし、うんうんうん、でもっと先がありますよねと、うんうんうん、より良い世界が、で、それは何だか私もちょっとまだよくわからない。そうですね、うん、ちょっと漠然としてわからない、ね、そうですね、わからないけどでも信じることはできるっていう、そうですね、うん、ですごくそこで想像力が働いて、うん、本当に楽しいですよね、コーヒーのいい匂いがしてきました、はい
いい香りですね、うんうん、そうですか、はい、非常にいいお話が聞けました。ありがとうございます。聞いてくださって。人間には無限の可能性がある。ただし可能であると確信しないことにはそれは出てこないよっていうことです、うん、そうですね、うん、これからもそういうふうにじゃあ生きていかれるわけですね、うん、そうですね、あの、うん、本当にそういうふうに生きていきますし、うん、生きていますね、うんうん、じゃあ最後に皆さんに、はい、動画を見てる皆さんに一言、はい、はい、そうですね、あの私たち、まあ、人間に限らず命というものには無限の可能性があって、でそれは本当に可能だと思えば可能であると、で不可能だって思ってしまったらもう本当に不可能になってしまうので、まあ、どこまでも人間には無限の可能性があるということを確信し、その可能性をどんどんまともに開いていけたら嬉しいなと思っています。はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございました。